世の中お金やでって言われてたの覚えてたの。どんだけいい人でもお金ないと幸せになれへんねんって。あかんこれじゃないって裏切られたんですよ。でもやっぱお金とかも全部持っていかれて、よろしくお願いします。じゃあ今回は辻さんの経歴についてお伺いしたいと思います。ありがとうございます。できたら昔の失敗談から今どのようにして成功されたのか話していただけると嬉しいです。はい。まあ知ってくれてる人は知ってくれてると思うけど、失敗で言うと多分とんでもない失敗だと思う。とんでもない失敗というか、まあ傷だらけなのは確かだと思う。まあそれ分かってるよね。そうですね。まあちょこっとだけ聞いた。なんで、まあまあ小さい頃から話していくと、まず両親がいて、僕3歳で離婚してるんですよ。19、20歳で僕産んでくださって、お母さんが。そっから離婚して、まあできちゃった。やったんで、腹に晒し巻いて、俺のおじいちゃんおばあちゃんには内緒にして、俺を産みたいから。そう、周りから反対されて、だから毎回なんか誕生日にはお母さんから、あんたを産んで本当に良かったと。周りから反対とか否定とか、もう正直下ろしてって言われた中、晒し巻いて隠してでも、あんた産んで良かったってこう言ってくれるぐらい、お母さんの覚悟が俺のお母さんすごくて、でそれで生まれました。で、そっからでも、言った通りっていうか、周りが否定した通り若かったから、まあ俺が3歳の時、で弟が1歳の時に、まあ離婚して、でもまあお母さんすごい覚悟のある人やったから、まあずっとそのまま育ててもらって、お金かかるけど野球までさせてもらって、まあ俺のお母さんはね、結構ね、もう朝とか昼はね、ヤクルトの配達とかしながら、夜は看護学校に通って、なんかあんたらを一人で育てるためには、今再婚してんだけど、その時は一人でもう生きていく覚悟やったらしくて、大学まで出すためには、やっぱり看護学校とか行って、資格を取らないと多分普通の仕事じゃ無理と思って、らしくて取りに行ってくれてて、無事小中高大までね、まあ大学の時は再婚してんけど出してもらって、もう分かりやすく言うとずっと野球やってましたよ。まあおじいちゃんの影響でね、ずっと野球やってて、でまあプロ野球選手目指してた。小中高までは結構なんていうかな、順風満帆っていうか、常にチームの主軸張って活躍できて、まあ甲子園は出られへんかったけど、やっぱ強い高校に岡山山陽高校っていうね、まあ、今年は決勝で負けたかな、強豪校に行って、俺らは甲子園行かれへんかってんけど、すごいいい経験も積めたし、まあレベルの高い野球をさせてもらったっていう中で育って、成り物入りでね、次はじゃあもう全国を確実に狙える大学に行こうと思った時に、当時九州共立大学っていうめちゃくちゃ強かったの。わかりやすく言うとソフトバンクホークスで言うと荒垣渚、柴原さんとか、田上さんとか、まあ最近で言うと俺の2校下で大瀬良大地っていう広島のエースとか、そう、毎年まあプロに行くような学校を選んだの。まあもちろんプロ野球選手目指したから、レベルの高いところを勝負しようと。もう沖に行くのやめようと。レギュラーを取りに行くんじゃなくて、プロに行くのを目指そうと。目指すとこ変えようと。っていった意味で、九州共立大学に就職して、でまあ1年からこうやってて、まあメンバーに3年とかで入ったことはあってんけど、まあ全然順風満帆じゃない。大学4年間を過ごして、で最後も結局ベンチからも外されて、で俺らとしてはベスト4まで行ってんけど、全国で。でも結局、スタンドで応援側、私生活も結構適当やったから、野球面じゃなくて生活面でまあ外されて、それ今思ったら俺が悪いなって思うんやけど、だからそれでまあ結局レギュラーも張れないままで、ですっげえそれが悔しくて、小中高うまくいってた分、人生初めての挫折で、すっげえ挫折で、それが。でプロ野球選手になれなかった。でも周りはプロ野球に行ってる、ですごい輝いてる中で、一人だけもうすごい孤独になって、でも地元大阪に帰ろうと思って、まあただまあ大学4回生の時に結構南の町とかでビラ配りのバイトとかをやってて、その時にバーで働いてて、でバーで自分でビラ配ったりして、自分でお客さんをこうお店に連れて行って、で接客して、でなんか歩合制でもらえるバイトみたいな、お客さんが使ってくれたナンパとか、お客さんをこう呼び込んだナンパみたいな感じのバイトをしてて、でまあ大学生ながらそこそこ稼がしてもらってて、でただ就職は決まってて、一応何個か内定はもらってて、やっぱスポーツ強豪校やから、やっぱみんな体育会系ってすごい欲しがってて、そうそうそう。でもなんかこうやっていくうちにお金持ちすごい出会ったの、その時当時、今思えばバーってやっぱお金持ちが来るの。そうっすよね。で、すっげえ気に入ってもらって、で、キャバクラでこう連れて行ってもらったりとか、美味しいご飯屋さんに連れて、大学生ながらそういう経験させてもらって、毎日。で、バーでも何十万で使ってくれて自分の給料に入るから、すっげえいい生活させてもらって、綺麗な人もいっぱい見て、今まで大学生じゃ見れないような、なんでこの人モテるんやろうとか思いながら、あ、お金かとか思いながら、その時朝早くやったから、もちろんお金だけじゃないねんけど、やっぱそれがあるんかなって、こう大学生では夢を見たっていうか、そう見てしまって、こう、ふと家でこう考えた時に、今日もあのお客さん俺に40万ぐらい使ってくれたなとか思いながら、いろんなご飯とか全部合わせてね、俺初任給いくらやったっけみたいな、就職するとこの見たら25万円とかで、もう正直言い方悪いけどバカらしくなって、確かにね、そんな
輝かしい世界からいきなり戻って、はい、俺毎日小遣い何万とかでこうやっていくんかみたいな。で、いきなりこう、あ、ちゃうわ、俺こういうために、そもそもプロ野球選手もそういうために目指したんじゃないみたいな。で、まあ小さい頃にお母さんがすごいさ、神戸大震災とかやった俺ら。はい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 、で、あの当時すごい経営者が寄付してた。で、それがニュースとかにめっちゃ取り上げられてて、で、お母さんがそれ見ながら泣いてて、お母さんと俺のお母さんがお金に苦労して生きてきてるから。はいはいはい、だって3歳離婚してるから。そう。必死やんか。俺は育てるのに。だから、それを見て泣いて、携帯世の中お金やでって言われてたの覚えてたの。正直携帯綺麗事なしで、世の中お金やねんって。どんだけいい人でもお金ないと幸せになれへんねんって。お金ないと人を幸せにできへんねん。だからある程度のお金は絶対稼いでくれる男になってほしい。はい。その時はまあ、じゃあ母ちゃん俺がプロ野球選手になるからって言っててんけど、うん、まあでもその夢は途絶えたから、はい、じゃあ次にそういう輝かしい世界を見て、俺経営者やったのパッて思い浮かんで、これ25万でやられへんわって正直。25万30万で、で10年働いて40万50万になったとこで、これ人幸せできへんわってなった時に、あの時のお母さんの涙を思い出して、うん、あ、俺も経営者なのって思って、でも内定全部断って。そう。で、まあお母さんに、俺経営者なのわって言ったら、お母さんは、まあ大手企業から内定とかもらって、人の紹介とかからでも内定もらってたから、すごい顔は潰れんねんけど、俺当初若かったから何も考えてなくて、うんうんうん、お母さんも何も言わずに、あんたやったらいけると思うって言ってくれて、そう。まあ後で話聞いたらお母さんがいろんな親戚とかに謝ってくれてたらしいんだけど、ごめんなさい、いきなりって。しかも就職が4月や。俺断ったの3月末やねん。夏休みの宿題と一緒で、俺ギリギリにならないと、なんかひらめいてけへんねん、わかる？だからさっきもこれと、ね、これ2本目やけど撮ってもらってんの。はい、全部アドリブやろ。そうですね。全然何もないですね。そう、なんか舞い降りてくんねん、いきなり。講演会とかもそうやん、俺。喋ること何も考えてない。そうですね。で、その時も舞い降りてきたやん。あかん、これじゃないって。で、全部断って、で、そのまま、そうやって、そこのバーとかで働かせてもらいながら、フリーターみたいな感じで。うん、まあ、社員でもないんかな、まあ、はい。うん。で、こう、働かせてもらいながら、やってて、これも自分でやった方がいいなって。はい。こんだけ、まあ、お給料もらえるってことは、はい、店はもっと儲かってるんだなって。そこでそういう観点を覚えたの。そうですね。で、その当時のお客さんが、お前が独立したら絶対俺ら応援してると。で、俺らは生ビールを飲みに行ってるんじゃないと。はい、お前に会いに行ってるんだと。あ、それで高い金払ってるんだと。はい、ってことは、お前が違うお店に行ったらそこに行くと。で、またお前が違うとこ行ったらお前のとこ行くと。だから俺らはお前にお金使ってんねんっていうのを、すごいいろんな社長から言っていただいて、すごい気に入られてたから、それやったら自分でしますと。言って、自分でやって。のがきっかけで、はい、でまあそこからこうそこそこまあの生活はできるようになってこう若いなりにまあやっててんけど、はい、そこからまあ自分の右腕的な存在とか、うん、いろんなまあ一緒に働いてくれる仲間もできて、はい、そんな時にあのね裏切られたんですよ。やっぱお金とかも全部持っていかれて、でもう一文無しになって、そういろんな飲み屋のお姉ちゃんとかギャンブル系にもハマってたみたいで、俺は全然知らんくて、で全部それでお金も使い込んでて、で結局残ったの何も残らないみたいな飛んでね。で当初やから系って言ったらいいんかな、はいはいはい、やから系も結構からお金引っ張ってたみたいで、その子もお前がケツ付けやみたいな、来たんだ。そう、お前仲間やろみたいな、あお前後輩やろとか友達やろとかなんかこうやって、で結局実はお店も取られたのそれで。そう、でもそれはなんかもう法律的に取れるしかなかったの。俺も法律的に鉄板じゃなかったら鉄板はんねんけど、はい、その借用書も巻いてたし、はい、その店も担保に入ってたみたいで、はい、勝手にね、うん、そう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 、でもう手放すしかないわと思って、はい、だからそこでまあ怖いとかじゃなくて、はい、もう誰に相談してもそれは仕方ないって言われたから、まあ一文なし出して、で、まあ、まあ他の仲間もおったから、後輩とかも手伝ってくれたりしてたから、で、そいつらに集めて、俺やっぱりちょっと地元に戻ってサラリーマンするわって言ったら、まあ、あと1年やりませんかってこう、みんなが言ってくれて、泣きながら言ってくれて、じゃあもう一回やろうと、奮起しようと。で、その子がお金いっぱい借りてたの。うんうん、いっぱい借りてたから、要は何が起きるかって全員が敵なんだよ。今まで仲良かった人たちも可愛がってくれた人たちも全員敵なんだよ。飛ばれたらやっぱりお金って怖くて。そう。で、言うとこないから俺に言うしかないの、もう多分。うん。だからすっげえそれがやばくて。で、まあすごい孤独感にやられて。で、そっから、まあいろんなこの、なんやろ、試行錯誤しながらどうしようかなってこう、まあ一回考え方も改めて、もう一回なんかこうゼロからちゃんとやっぱりしっかりやろうって。いうのを思って、で、そっからまあ飲食店とかを
校でもそこで普通一回裏切られてるからなんか次も信じへんちゃうかって思われてて、そう思われてんけど、俺はやっぱもうこれしかないわと、俺のせい、俺自分で何もできへんから、自分で能力ないって思ってるから、だからもう人に託すしかないと、人との仲間をタッグ組んでやるしかないってワンピースみたいな感じで思ってたから、だからまあ親からお金を借りてまた新たな人材この子できそうだなっていう出資したので、それからたまたままあうまくいって、はい、で、あらよとあらよまあに、まあ、飲食店何十店舗っていうのを、まあ出資で、こう、まあ俺は何もやってないよ。まあお金出して、で、利益でお金また出資してっていう感じで、お母さんのお金を元手に、まあお母さんもいいお母さんで、あんたらが何かのために貯金してくれてたの。で、これ使い出したいってやっぱ言ってくれて、今も言ってくれてるの、俺とお母さんは。私が仕事辞めへん理由は、あんたら兄弟は経営者だから、何があるか分からへんから、私が死んだ時に少しでも残せるようにまだ仕事を辞めないって言ってくれてて、俺は別に辞めていいよそんなんって言ってんねんけど、それはなんかお母さんのその小さい時にやってあげられなかった、うん、せめてもの今できることらしくて、元気な間はそうやりたい応援したいっていうのでやってくれてんだけど、でそういうのがあって、まあたまたまうまくいって、でそっからまあ今はまあ美容室であったりとか、まあコロナででもその飲食でも全然ダメだったから出資してる先がね、でもそれもさ結局人のせいにするんじゃなくて、もうねお金出したのは俺やし、信用してこう出して、コロナって誰も悪くないから、でそれも仕方ないって締める決断をして、でそこからまあでも美容の方にこう転換していったりして、今合計まあ80店舗もう90店舗ぐらいになったかな、年内に100いくかなっていうぐらいに、こう美容室も35店舗ぐらいね、あとエステとかホワイトニングとかアイラッシュとかいろんな事業をやってるんだけど、まあそこからまあいろんな事業に出資してるんだけどね、10社ぐらいに今出資してるから、だからやり方としては昔から変わってないの、自分で何もできないから、できる人に惚れてもらって俺と一緒にやりたいと思ってもらって出資する、あとは任したみたいな。俺何もしてない。でもそう、そう。だから唯一自分で現場で頑張ってやろうって思った事業がオンラインサロンかな。オンラインサロンはやっぱ俺がいないと成り立たないから、一人一人と面談してっていう形でやってるから。だからまあなんか少しまあ話戻るけど、その当時はやっぱね、すごいイケイケだったよね。まあ昔の写真とか見てくれてると分かると思うよ。だから最近よく言われるのが、なんでそこまで変わったんですかって。そうですよね。何を変えたんですかって言われる。見た目とかもね。昔の写真見たらむちゃくちゃでしょ。むちゃくちゃですね。正直。喋りかけたくないでしょ。怖いです。でもこれね、俺もね、思うのよ。でも、不思議なことで、あの時から仲間いっぱいいたよ。ああ、そうでしょう、ね。そうでしょ。あの見た目でも仲間いっぱいいたよ。だから根本は多分変わってないんかなって。ああ、その当時から、仲間にはすごい、こう、いつも味方でいたいっていうか、はい、優しかったし、はいはいはい、でも敵にはとことんみたいな。だから自分から喧嘩売れへんけど、売られた喧嘩はとことん買うみたいな。で、今は見た目がこういう、なんか、ちょっと爽やかチックにはなったけど、中身はもっとバージョンアップしてるっていうか、どういう今の方が売られた喧嘩買うと思う。多分。そういうとこは見せないけどね、もう。はい、32歳やし、今年な、うん。恥ずかしいやん。うん。見せないけど、いざという時は絶対仲間を守るし、いざという時は戦うよ。はい、うん。だからまあ、自分からだけも絶対喧嘩売れへんな。そうですよね。うん。肩ぶつかっても、絶対、とっさ的に一回も謝るわ。はい、すいませんって。はい。うん。で、なんじゃこれら言うときたら、はい、やんのかってなる。そうそうそう。一回謝って、何みたいな。やるのみたいな。で、やっぱ出ちゃうよね。はい、昔のね。間違いないです。だからまあ、大阪の後輩とかね、はい、なんか俺のことがまだ怖いイメージらしくて。よく言ってるやろ。そうですね。よく聞きます。そう。昔かまし入れられましたって。でもまあ、な人間で変わるもんやなっていうね。そうです、うん。で、まあ、今に至るっていうね。はい、で本当にね、小さい頃は野球少年でしたよ。野球少年から、こう、いろいろあって。で、その間にも、まあ、いろいろあんねんね、はい。めっちゃ裏切られてきてる。10年来の同級生に飛ばれたり。うん。お金を飛ばれたりとか。じゃあ次回はその辺を詳しく。そうやね。そうや、そこも行ってみます。はい。行きたいです。そうやね。はい。まあ、今日はだから、その、俺はっていうのはどういう人なんて、改めてね。そうですね。まあ、もともとメディアとか見てくださってる人は、多分俺がどういう人か分かるけど、YouTube でこうやって喋るのはね、結構初めてだから。そうですね。そう、なんかちょっとでも俺のこと分かってほしいなと思って。はい。そんな感じで。はい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。